河野太郎、ウイグル疑惑が浮上。有敢富士が25日に河野氏、親族企業問題で説明不足、合弁する中国巨大企業 BOE にウイグル人強制労働疑惑などと題した記事を配信し、その中で河野大臣の親族の企業が中国において展開している企業の合弁先が中国の BOE、 テクノロジーグループでありこの BOE がウイグル人の強制労働に関与しているとオーストラリア戦略政策研究所が報告書において指摘していることが明らかになりました現在河野大臣はこのような中国問題に関連してさまざ、あ、まな指摘や批判を受けており、まあ、その際に このような中国問題が河野大臣の政策に影響を及ぼすことはないと説明がなされておりますが、万が一このような中国政府、中国共産党によるジェノサイドに関係してくるとなってしまった場合、親族の企業が今後世界的な制裁の対象になる恐れすらございますので、 河野大臣には、まあ、こちら、ご自身には関係ないと説明されるだけではなくて、まあ、このような問題が実際にある場合は、まあ、ぜひとも親族側に働きかけを行っていただき、このような中国政府、中国共産党の問題に関与することがないように、ぜひとも河野大臣として、日本の国会議員、 政治家、先進国の民主義国の政治家の一人として、責任のある対応を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。